皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。ちょっと2ヶ月ほど動画をお休みしてたんですけれども、またここからですね、動画の方を上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、今回のネタはですね、やっぱり化石の発掘になるわけなんですけれども、まあ、6月の中旬に梅雨入りしまして、まあ、今年もまあちょっと雨が降ったりなんかして、ちょっとね、6月中とか、7月あたりまではちょっと雨によってこう化石発掘できなくなっちゃうかなとか思ったりしてたんですけども、なんとですね、6月中に梅雨が明けてしまうという、まあ観測史上最短の梅雨だったらしいんですけども、まあ、その梅雨明けるこうちょっと前くらいからですね、もうめちゃくちゃ暑い日が続いてまして、その梅雨明けが大体度が29だったと思うんですけど、それを挟んで非常にこう暑い日が続いて、7月入ってこう、まあ、1週間くらいですかね、すごい暑い真夏日が毎日も続いたんですけども、まあ、そこからですね、途端にまた雨が降り始めまして、もしかしてこれ梅雨明けてなかったんじゃないかという感じがしちゃったりしてたんですけど、まあここ数日はですね、また暑い日が戻ってきまして、また暑い夏かなという感じがしてますけども、で、この写真なんですけど、これは梅雨明けた直後、だから7月入ったすぐの頃ですねに、発掘行きまして、で撮った写真なんですけど、まあ、見事にこれドピーカー、まあ、これ午後に入ってからの写真かなと思うんですけど、まあ、見ての通りこの、いわき市アンモナイトセンターの体験発掘場、夏は本当に太陽の光を遮るものがないので、本当にね、朝から夕方まで、まあ、1時間ずつですけど、午前中もそれの間ずっとこう太陽の光を浴びてやるようになるんで、まあ、熱中症の心配はとにかくありますね、はい。まあ、この画像のですね、ちょっと路頭の手前側に一応屋根のついたところがあって、まあ、その隣にこう木が生えてたりして、まあ、その下ではね、まあ、一応太陽の光はしのぐことはできるんですけど、まあ、発掘やってる時はどうしてもね、こう、日に照らされてしまう、まあ、こう晴れてる限りはですね、照らされてしまう状況になるんで、まあ夏はとにかく発掘はしんどくなります、はい。でまあこの、つやけ直後の発掘で、見つかったのがこちらなんですけども、はい、これですね、はい、ヘキサンカスという、サメの歯なんですけども、まあ、ヘキサンカスの特徴としてはこういうふうにこうノコギリみたいなギザギザギザという歯になってまして、まあ、これはこの一番こっちの左側の大きいところ、まあ、これが一応メインの歯になって、そこからこう小さくちょっ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 と、本当はこう3つだけじゃなくてこの向こうにも何本かこうあったんじゃないかとは思うんですけど、まあ、この、化石はですね、まあ、この辺で削れてなくなっちゃってるんですけど、まあそれでもですね、この歯が綺麗に尖っているのが分かりますし、この一番前の歯もここにこう鋸歯といってこうギザギザなの、さらに小さいこのノクギみたいなのがあってね、そこが立派に見えるんで、まあまあいい化石だったんじゃないかなと思います、はい。でまあ暑くなってくると、まあ当然熱中症のリスクがあるわけなんですけど、まあ、今年からですね、アンモナイトセンターの入り口の横にはですね、こういうものがちょっと掲示されてまして、まあ、暑さ指数というものですね。これはですね、本来は、まあ、こういった機械というか、まあ、温度計なんですけども、こういったもので、測ったデータをもとにこう、ね、厳密には算出するものなんですけど、まあ、一応気温と湿度があれば大体こうその暑さ指数というのが分かるんですけど、暑さ指数っていうのはですね、摂氏何度の何度 C ってやつで表すんですけど、まあ、一応計算式がありまして、まあ、このような式になってるわけなんですけど、まあ、この式にですね、先ほどの温度計で測った温度をこう入れて、計算して出したものが暑さ指数になるわけなんですけど、まあ、目安として、温度と湿度が分かっていれば大体の暑さ指数は予測することができます。でその暑さ指数がですね、31度を超えていきますと非常に熱中症のリスクが高くなるために、アンモナイトセンターでは31度を超えた場合は体験発掘が中止になるということで、
まあ、晴れてるんですけど、まあ、その熱中症のリスクがあるということで、今後はですね、そんなような事態になった場合には中止になっちゃうことがあるかもということですね、今年の夏から、はい。まあ、どのくらいの温度とか湿度になると、危険な状態になるのかといいますと、まあ、現実的に考えて、気温が30度を超えて、湿度が 85% を超えた場合から一番危険な熱中症のリスク、一番高い危険なレベルという、まあ、31°C を超えてくるわけなんですけど、まあ、これは今年から設けられたルールになるんで、まあね、今まではそれを軽く超えて、やっちゃってた時もあったんじゃないかとは思うんですけど、でまあ、先ほどの非常に暑かった日から1週間ほど経った露頭なんですけど、まあ、この日はですね、薄曇りがあって、まあ、その直射日光がこう、ね、きつく当たってるような日ではなかったんですけど、まあまあ暑い日だったんですね。ただまあその前の週よりはマシだったというわけで、はい、でこの週ですね、掘っていた場所なんですけど、ここにちょっとね、瓦礫がバラバラっと落ちてるんですけど、先ほどの、路頭の、クローズアップなんですけど、まあ、ここにこうロープが張ってあるのは、ここから上は掘っちゃいけませんよという印なんですけど、まあ、そのギリギリしたのところにですね、こういう感じで、岩がですね、こう壁に張り付いてる感じですね。この一番こっち側の、まあ、路頭の下のところからこう1枚なんかかさぶたが乗っかったような感じについてた岩をこう、まあ、幅にして 1m ちょっとくらいですかね、高さ 30cm くらいの幅で、落としまして、まあ、ここは何があるかというと、まあ、サメの歯とかは少ないんですけども、まあ、アンモナイトが出る確率が、まあ、他よりはちょっと高い。ただまあそのたくさん出るっていうわけではなくては出る確率が高いっていうことですね、はい。でまあ、ここをまあ落としまして、まあ、午前と午後とこう一生懸命割ってたんですけど、で出てきたのがこちらですね、はい、こちらアナゴードリスラスアンモナイトの、まあ、一部なんですけど、まあ、ここにこうスケールあるのを見て分かる通り、これだけでまあ8センチ弱の幅があるわけですよ。まあ、これがだいたいまあどんくらいでしょうね、4分の1くらいのサイズだとしても、当然それの倍近くあったわけですから、まあ直径は15センチ以上大きい感じのアンモナイトだったんじゃないかなというところですね、はい。まあ状態はまあ殻がちょっと剥がれちゃってあまり良くはなかったんですけど、まあまあこのアンモナイトを見つけることができましたね、はい。これは午前中に出てきたんですね、はい。はい、でその日の午後に出たのがこちらですね、はい。アンモナイトのゴードリセラスなんですけれども、まあ非常に状態がいいものが出てきまして、まあ、さっきの、アンモナイト出てきたところの、まあ、多分近くだと思うんですけど、まあ、ほぼほぼ、完璧な状態で出てきていまして、まあサイズ的にはね、こんなもんです。本当に手のひらに乗るくらいのサイズなんですけど、それでもまあ非常にいい状態で出てきましたね。このアンモナイトセンターでこう綺麗にこうなかなか丸々出るっていうことがね、少ないんで、はい、ちょっとまた拡大してみましょうか。こう切って、はい、こう中心からこう巻いていってるのが分かると思うんですけど、まあ、この中心のですね、このおへその部分っていうんですけど、ちょっとへその部分はですね、潰れ気味かなという感じなんですけど、まあ、この一番外側のこの巻きはですね、綺麗に出てますし、こう S 字型のね、ロックもぐるっと綺麗に出てて、なかなかいい感じかなと思うんですけど、まあ、ちょっとこっち側の面からは分かりづらいんですけど、この裏ですね、この反対側を見るとですね、ところどころちょっと、こう白っぽく見えてるところがあるかなと思うんですけど、これがですね、まあ、他のこう6、まあ、こう練ってる6よりもちょっとこう高くなってるところがありまして、まあ、このコドリセラスの特徴として、まあ、その周期的にこう6が若干高くなるという特徴があって、まあ、その高くなってるかっていうのはちょっと分かりづらいんですけど、まあ、多分その高くなってるところにちょっと摩滅しちゃって、その
一番低いところだけ残ってるのかなという感じですけど、まあそういう特徴のあるところが少しこう残ってる感じですね。はい、はい、というわけで最近の化石発掘の成果の発表でございました。まあ、あの去年の夏はですね、7月の中旬から9月の終わりまで、まあ、例の感染症の影響でこう夏の発掘の開催が、まあ、一切なかったわけで、まあ、残念な感じだったわけですけど、まあ、今年はですね、まあ、なんとか夏は開催できそうなんですが、まあ、先ほど言いましたように、熱中症のリスクがこう危険レベルに高い場合は残念ながら晴れてても中止になる可能性があるということがあるんで、まあ、それはちょっとですね、まあ、現地行ってみないとわからないんで、まあ、行ってもまあちょっとできなくなっちゃうかなっていうね、ことはあるかもしれません。はい、というわけですね、またこれから7月終わりから8月にかけて、またですね、体験発掘行ってどんどん化石見つけていきたいなと思ってます。はい、なんかですね、常連さんが、ちょっと珍しいアンモナイトを見つけたらしいんで、ちょっとね、ふつふつとライバル心が湧き上がってきてますんで、また行ってですね、掘ってみたいと思います。はい、というわけで最後までどうもご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生する人からよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。